先ほど閣議で元号を改める政令および元号の呼び方に関する内閣告示が閣議決定をされました。新しい元号は令和であります。平成に代わる新しい元号は令和に決まりました。新しい元号は令和に決まりました。令和と墨で書かれた書を菅官房長官が掲げています。新しい元号は令和です。菅官房長官は新元号は令和と発表しました。平成に代わる新しい元号は令和に決まりました。新しい元号令和と発表されました。今墨で書かれた書を菅官房長官が掲げています。新しい元号は令和です。菅官房長官、新元号は令和と発表しました。今令和と書かれた書を掲げて写真撮影に応じています。菅官房長官が新しい元号は令和と発表しました。